ウルトラマリンは無機顔料の一種である。構成成分はアルミニウムとナトリウムの計算塩に硫化物用にや硫酸イオンが混じったものである。天然にはラピスラズリの主成分として存在する。歴史的にはアズラムウルトラムリン、アズラムトラマリーナム、アズロオルリマリーノ、アズールディーアクレ、ピエールダジュール、ラザースタインなどと呼ばれてきた。現代ではウルトラムリン、 ウレメイラピス、ウールトラムランエクト、アルトレイマーゲヌイのウルリマリーのベルドデイロ、ルリと呼ばれている。ウルトラマリンとは、海を越えるという意味である。天然ウルトラマリンの原料となる、ラピスラズリはヨーロッパの近くではアフガニスタンでしか産出せず、それが地中海を越える回路で運ばれたため、海を越えてという意味である。青色のウルトラマリンのカラーインデックスジェネリックネームは、 ピグメントブルー29、カラーインデックス番号は77007である。天然ウルトラマリンは複雑な素性の天然鉱物顔料であり、硫黄を含んだ計算ナトリウムの削体である。青金石と呼ばれる青い立方体状の鉱物を含んだ石灰岩を原料として製造できる。しばしば結晶鉱石の中に塩化物イオンが存在する。岩料の青色は不対原子を持つ。 ラジカルアニオン S3 によるものである。天然ウルトラマリン天然ウルトラマリンで着色したカミラピスラズリが最初に顔料として利用されたのは6、7世紀におけるアフガニスタンの寺院の洞窟画であり、これは鉱物顔料の始まりとして有名である。また、10、11世紀の中国の絵画、1、12、17世紀のインドの壁画、1100年頃のアングロサクソンや、 ノルマン人による装飾写本などにも確認されている。天然のウルトラマリンは素手ですり砕くのが最も難しい岩料で最高級のものを除き、粉砕と洗浄によって得られるのは薄く灰色がかった青色粉末のみであったが13世紀の初頭に改良法が開発された。15世紀の芸術家チェンニーのチェンニーニによって記述された方法は次のようなものである。 粉砕した原料を溶かした、ロウ、樹脂、湯と混ぜ合わせ、できた塊を布に包み、薄い薬の中でこねる。青色の粒子が容器の底に沈み、不純物や無色の結晶は塊の中に残る。この工程を3回以上繰り返す。後から浸出してくるものほど等級は劣る。高彩度の脂性色発色成分は少なくなり、ウルトラマリンアッシュと呼ばれる。 最終的な抽出物は少量の青い粒子を含んだ透明なものである。出来上がったウルトラマリン肺は透明度の高い薄い青色を持つことから光活剤として珍重される。この顔料が最も広く使われたのは14世紀から15世紀にかけてで朱色や金色の補色として生えるため装飾写本やイタリアの陶版画に用いられた。16世紀の初頭から アズラムウルリマリーナムとしてヨーロッパに輸入され始めた。ラピスラズリからは 2%3% 程度の顔料しか取れなかったため、金で増量して用いられることもあった。気度が高いことと太陽光や油、小石灰にさらしても劣化しにくいことが貴重さの要因である。しかしながら、鉱酸や産条機には特に弱い。気塩酸、気象酸、気流酸によって、 青色はすぐに失われ、その過程で硫化水素が発生する。鉱山よりもゆっくりではあるが、酢酸にも侵される。この酸に対する敏感さのため、ウルトラマリンをフレスコに用いられるのは、顔料を保持剤と混合して乾いた漆喰の上に塗るフレスコ石痕法に限られる。例として、ジョットディボンドーネニュールッパドバのスクロベーニレーハイドウのフレスコが挙げられる。 ヨーロッパの芸術家たちは、この貴重な顔料を滅多に使用できず、聖マリアやキリストのローブを塗るためのとっておきの品であった。また、しばしば下塗りに安価な青色顔料をアズライトを使うことによって、費用を節約することもあった。ヨーロッパには、イタリア・ベネツィアを通して輸入され、ドイツなどイタリアより、北の国の作品には、ほとんど見られない。天然ウルトラマリンを使った画家のうち、 フェルメールの使用は有名で、フェルメールの青の故障にフェルメールブルーという故障がある。16世紀後半から17世紀におけるアズライトの不足によって、もともと高価であったウルトラマリンの価格はさらに高騰した。英国の一部の絵の具メーカーのカタログには1980年頃まで、天然のウルトラマリンによるチューブ入り油絵具、固形水彩絵の具、粉末顔料が、 特注品としてラインナップされていたが、粉末顔料は 1g が約7000円程度であり、金より高価であった。この天然の顔料も最近ではほとんど作られておらず、現在のウルトラマリンの顔料の大半は次に述べる、合成顔料である。緑色や紫色、赤色のものもある。合成ウルトラマリン青1814年に、35番の多エルは、石灰を焼く。 かまどの中にウルトラマリンではないとしても非常に似た青い化合物が生成しているのを発見した。1824年、この発見に対して工業奨励協会から貴重な顔料の人工製造のための賞が贈られた。製造工程は1826年にフランスのジャン・バプティステ・ギメ、1828年に中便現大学のクリスティアング・メリンによって開発された。 ギメは開発した製造法を公開しなかったため、ウメリンが人造の合成ウルトラマリンの創作者として知られるようになった。合成ウルトラマリンは非常に安価で高彩度であり美しい色合いをしているので、紙、ゴム、プラスチックの着色、壁紙やサラサの染色、壁画やタブローなど広く使われている。また白いリンネルや紙などの黄ばみの調整にも用いられる。 ランドリーブルーは合成ウルトラマリンの溶液で白い服を洗濯するときに用いられる。紙の製造に大量に使用され、特にイギリスでポピュラーな薄く青みがかった便線を作る際に使われる。なお、かつては合成ウルトラマリンとカドミウムイエローの混合物がカドミウムグリーンという名の緑色顔料として使われたが、現在ではカドミウムグリーンはカドミウム機と クタロシアニ緑の混合によるものが主流である。合成ウルトラマリンは流形が小さく揃っているため光をより均一に散乱させる。また発色成分の濃度も高い。それゆえ天然ウルトラマリンより鮮やかである。ただしたい光性はわずかながら劣る。塗料として使われる場合合成ウルトラマリンは天然のものと同様の素晴らしい青色を持ち光で あるいは油や小石灰と混ぜても劣化しない。ただしウルトラマリン退職の原因を完成油の酸であるとする説もある。合成ウルトラマリンは塩酸によって直ちに脱色され硫化水素を発生させる点でも同じである。ウルトラマリンブルーによる高濃度の色彩は暗い色をしているが、希釈や白色の混合によって本来の鮮明な色合いを呈する。 ウルトラマリンレッドに白色などを加えた時のサイド低下はウルトラマリンライトやウルトラマリンバイオレットと比較すると大きい。硫酸カルシウムや硫酸バリウムによる希釈では大きな効果が得られる。使われる原料は鉄を含まない。香りナイト、これは他の純粋な粘土でも良いが、できる限りシリカ塩2とアルミナエール 2O3 を香りナイトに近い比で含まねばならない。 無水硫酸ナトリウム、無水炭酸ナトリウム、粉末硫黄、粉末活性炭、または海分の低い石炭化ロジンの塊である。これらを混合して融解させると、ウルトラマリンを少し含むシリカが得られる。生成物は最初白いが、硫黄を混ぜて熱するとすぐに緑色になる。硫黄が発火すると、良質な青い顔料が得られる。一般的に、 ウルトラマリンをたっぷり含んだシリカは、純粋な粘土、非常に細かい白硫黄、活性炭の混合物をマッフルロで加熱すると得られる。青色の生成物が一挙に得られるが、しばしば赤みがかる。粉砕した後水で現れる。ウルトラマリンには赤、緑、青、紫といった種類がある。ただしウルトラマリンイエローは、ウルトラマリンとは、物質としては、 全くの別物で関係がない。ウルトラマリンの構造は基本的にはソーダライトと同じで3次元のアルミノシリケート格子中に結合してイオンを形成した3つのイオン原子を含む。このイオンの体温は天然ではナトリウムイオンである。体温はリチウムやカリウムで置き換えることもでき、それによって格子構造は劇的に変化する。ナトリウムより 小さなリチウムは格子を縮小させ、より大きなカリウムは拡張させる。イオンイオンの体イオンとの相互作用や格子構造が変化することによって、最終的に出来上がる顔料の色合いに影響を与える。ウルトラマリンの青色溶液を硝酸銀で処理すると、シルバーウルトラマリンが黄色の粉末として得られる。この化合物をカリウムやナトリウムの塩化物で処理すると、カリウム。 または、リチウムウルトラマリンが得られ、溶解エチルで処理すると、エチルウルトラマリンが得られる。溶を、セレンやテルルで置き換えた、ウルトラマリンも合成されている。ありがとうございます。